会月一杯私のお気に入り一押しプレゼン大会へ、イエーイ、始まりました。まあ、ここから無茶な企画でございます。はい、今ですね、2人がハマっている、まあ、一押しのお気に入りの商品を、まあ、持ってきてもらいました、はい、アイデアを持ってきてもらった、うん、まあやっぱり自分がね好きなものだからいくらだってプレゼンができるであろう、無茶ぶりなコーナーでございます。1人の、持ち時間は1分とさせていただきます、はい、でそれぞれ持ってきたものを、プレゼンしてもらいますけれども、そのプレゼンの内容をですね、後ほどまたね店長のマミさんにも判断していただくということで、いろんな視聴者の皆さんにもちゃんと伝えられるように、私もこれ使ってみたいな、おこれプレゼントいいじゃないかと思わせるようなプレゼンをしていただきたいと思っておりますよ。いいですか。じゃあまずはエリちゃんがいきましょうか。はい、はい、じゃあプレゼンタイムでございます。1分だよ、いくよ。1分1分だよ。じゃあこちらのカメラでね。はい、かけたらいいですか。メガネをかけて、一応小道具としてあるので、ね、いいじゃないですか。もうメガネフェチにはたまらない企画でございますよ、うん、はい、頑張ります。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、じゃあまずは山岸エリプレゼンスタート。私が紹介するのはじゃーん、春ブーツでして、出します。ちょっと待ってくださ い, い, い、ね、じゃーん、これです、はい、春ブーツ、今年流行りのショートブーツなんですけど、まずいいとこ一つ目はじゃーん、あ、いっちゃいました、ごめんなさい。今年っぽさ満点のショートブーツで年中使えます。長いとどうしても秋とか冬とかだけだと思うんですけど、これは春夏でもショートなので軽い感じで使えるので、うんうん、とてもいいと思います、はい、で、いいとこ2つ目が、はい、焦げ茶色でどんな服にもマッチしちゃう。黒だと、黒とすごく悩む。はい、終了。1分結構ね短いですね。短い、いや、ただね、エリちゃんあなたマイペースだ。すごくマイペースでいい。いいですよ。じゃあ途中でね終わっちゃいましたけども、ちょっと最後まで聞かせてくださいよ、うんうん、はい、焦げ茶色で、はい、何でも合いますよっていうのがいいとこ、うん、最後は早かったな。何でも合うっていうのと、あとはやっぱりこのヒールが低いので、はいはいはい、太いし歩きやすいので、うん、まあこれを履いてどこでも行けちゃうよっていう。行けちゃうね、かわいいな、うん、方です。もう本当にね、さあ OK ですか、大丈夫ですか、はい、言い残したことないでしょうか。ないです。へー、こちらのブーツ、かわいいんです。今年あれなんですか、ショートブーツが流行りなの。そうですね、今年はショート丈が流行ってると思う。でも結構正直、まあごっついじゃないですか、うん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 、ね、ごっついものが。内田さん、はい、これこそ甘辛ですよ。来たね、来た、甘辛来た、これ、ちょっとこれが辛めなので、辛めなので、はい、そうそうそう、うん、白いワンピースとか、うんうん、ちょっと甘いの。うわー、それ正解だわ。そう、あのね、男ってね、はい、あれだよね、白のワンピースとかって弱いよね。知らんけど。これあのね、俺思うんだけどさ、内藤さんじゃないの。いやいや、あの俺は確実にそうなんだけど、男性の結構比較的多いんじゃないの、白いワンピース好きだろ、だって。うんうん。じゃあ黒のタイトスカートと白のワンピースだったらどっちがいいですか。白。白だよな。やっぱり白なんだ。白だろ。白。へー。お前黒か。で困る、本気で困るな。でも、白のじゃあ例えばその可愛らしいフェミニンなワンピースに辛めのブーツ合わせると。そうです。はい、ね、もうでも今日の夏希さんの格好とかにもすっごく合うと思うんですよ、うん、合うでしょうな。ショートパンツとも相性バッチリなので、ね、はい、えりちゃんはじゃあそのブーツに合わせるとしたらやっぱりその白いワンピースが一番。そうですね、はい、で今年だとカンカン帽とか流行ってるので、はい、ハットかぶってたり。知ってる、カンカン帽分かってるよ、当たり前カンカン帽やろ。何カンカン帽って。いや俺もちょうど持ってたもんカンカン帽。どんな、カンカンできてる。ちゃう分かってる分かってる分かってる。そういうものに合わせると、おすすめです。甘辛なボブね。で、ローヒールで、はい、ウエスタン
じゃないですか、ウエスタンブーツっぽいじゃないですか、はいはい、でもこういう形もやっぱりあれなんですか、今年は流行りでもあったりとかするんですか。そうですね、ぺったんこだと逆に歩きづらかったりとか足痛くなってきちゃったりするので、これはもうこの適度なヒールで歩きやすいのがすごいおすすめですね。逆にさ、じゃあ2人に聞くわ、その例えばこの春ね、はい、男性がこういう服装してたらいいんじゃないのっていうなんかアドバイスないんですか。男性甘辛って、女性は甘辛だったりするんでしょ、だって、うん、じゃあ男性はじゃあ今年はこういうものをつけてたらちょっとかっこいいんじゃないのって思ってしまうみたいな。男性なんだろう、エイちゃんなんかないの。うん、私は今年に限らずなんですけど、はいはいはい、毎年やっぱシャツを着てる男性がすごく好きで、シャツね、はい、白いシャツにデニムとか、白いシャツにデニム、うん、お吉田栄作タイプだね。古い、これわかる、わかる、表現古いですよ、表現古いか、はい、うん、あ、そう、でもあの正直白のシャツにジーンズっていうのはものすごいシンプルだからこそ結構難しい部分もあるよね。そうなんだよ、だからそのジーンズもちゃんと履きこなせてる男性は僕もやっぱり男性から見てもかっこいいなと思うしさ、うんうん、じゃあ足元どうなんですか、さっき見たブーツがありました、男性が履く靴どういうブーツ、あの靴を履いてたらいいなと思う、こう夏希は、夏希的には、私はですね、うん、あんまりとんがってないのがいいな。うん、わかる、ほう、とんがってない、やだ、とんがってない方がいい、とんがってるってどういうことですか。なんかなキュンってなって、キュンってなってるやつ、上にちょっと上がってたりするともうないです、うんうん、なんでなんでなんで、かっこいいじゃんらしくて、よくなんかよく履いてる人いるよね、でもね、私それ見るたんびになんかそれで蹴られたら痛そうだなとか、なんか最悪のパターンじゃないですか。特別って最悪のパターンが想像されちゃう。ない、ない、痛そうだもん。ないよね。あれはないです。なるほどね。じゃあ、こう丸みを帯びるというか、まあ可愛らしいブーツだったりとか、うん、あのトレッキングシューズみたいな。トレッキングシューズか。うん、ほう。じゃあやっぱりそのアクティビティな部分が出てた方がいいんだね、多分。そうですね、そのもうフォーマルっていうよりは割とそのアウトドアというか、どっかにこう出かけるよ、春だしみんなでワイと行こうぜみたいな、こうカジュアル的な部分が、要素がどっかにないとちょっと男性的にもね無理なのかなっていうね部分があるのかもしれませんね。さあ、さあということで、エリーちゃんからですね、プレゼンをしていただきましたけれども、さあ続いてはこの後は夏希ちゃんのプレゼン、お楽しみに。